はい、皆さん、毎度毎度ー。はい、システィンのね、モノエタノールアミン問題ね。何回も喋ってるけどね、モノエタノールアミンっていうアンモニアは蒸発しないんだよね。その回匂いはしないけど、手につくと、延々といたずらすんだよね。中和しない限り。多分ね、酸化とか還元とかじゃなくて中和だと思う、酸化なんかで。まあ、そんなのが原因でね、中和しないで終わらしたシスティンのパーマは、普通のチオグリコロ酸ヨネに引っ掛けてね。しばらくの間、髪の毛を蒸しばむじゃなくて痛めるっていうのかな。今思い出すとね、 何年か前に初めて家に来た人がカラーヘアモで傷んでるんでね、でシスティンを使ってたんだよ。とね、カーリー状に、まあよくかかるんでシスティンでね、その人もね。ちょっとかけるタイミングを逃して、ちょっと伸ばしてしまったその人が長くね。それを短く切って髪の毛が健康毛になったから、 シスじゃかからなくなって、チオシス使い出したんだよね。そしたらね、それっきりね、パーマーがかかんなくなったんだよ。ソフトカーリにかけたいんだけど、チオシスだと、ホースのスリじゃもうかかんないんだよ。で、チオにして。で、最近、ちょっと前なんか、一番強いチオにしちゃったね、ホースのワンにね。やからもうなんだけどね。そしたらさすがにね、ちょっと強すぎたみたいなんだけど、その結果から考えると、シスをやめてからやっぱりね、かかりにくくなったんだよ。シスを延々と使ってた時はかかったんです。ソフトカーリ以上に。簡単に。もちろんね、使う二液はセコイオスさんは、チオ用の安い二液しか使ってないからね。 だからね、そこから考えられるのは、指数を使って、治療指数用の安い乳液を使うと、髪の毛は延々と傷んでるってことだよね。で、パーマはかかりやすくなるまあ、逆にね、その痛みが、そのパーマ、ソフトカーリーにかかってよかったにはよかったんだよ。怪我の公務用ってやつだよね。 そういう方の紙質もね、歯車がちょっと狂って、チオシスを使うようになったら、ま、はあ、間がかからなくなったんだよ。シスで昔はクルンクルンにかかったのが、今なんかチオシスなんかじゃかかんないからね、チオ、ホースの2でやんなきゃダメかな。もしかしたら、ホースの1で太めのロッドで巻くとかね。このさ、シスをさ、チオ用の2液でかけるっていうさ、このことあともう一人はさ、 トップがちょろちょろ傷んでるから、トップにシス使って、他はかかりにくいから、チオシスでかけてる人いるんだよね。とね、血をしでかけてるところがね、やっぱりかかんねえんだよ。一番の毛染めで使ってる人だからね、ショートなんだけどね。髪質がね、全然違うんだよね。シスでかけたとこと、血をシスでかけたとこと、血をしでかけてる部分が本当にね、つやつやね、傷んでないんだよね。システィンでかけてるところ、まあ、もうちょろちょろなんで毛先がピリピリしちゃって。うん、毛先ピリピリバリバリ,バリだね。ショートなんだけどね。そんなね、 事例から思い出すとね、やっぱりシ数にシ数専用の2液使わないで、安い治療用の2液かけてると、痛みが延々と続く。まあ、それがね、怪我の巧妙っていうこともあるかもしれないけどね、やっぱり基本痛めたくないっていう場合はね、うん、シ数にはシス専用の2液使ってモノエタの恨みをしっかり中和しとかないと、髪の毛がバリ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 ,バリ後で痛んでくるってことだな。だからね、うちのさ、こんなの聞いて、大変だ、シス用の2液さ、取って、今までね、安い乳液かけてた人を死数専用のね、 利液に。まあ普通に戻した場合、その人のお客様の髪の毛がね。変わってくるからね。良くなってくると思うんだよ。そうするとね。パーマのかかり具合まで影響してくるからね。今までさシスでしっかりかかってちょうど良かった。人がシス専用の乳液使うことによって、髪の毛の痛みがね。減ってくるからね。そうね、かかりにくくなるよ。まあ、かかりにくくなると予想するけどね。そうするとまた違ったパーマになってシックハックするんじゃね。えかな。今までソフト代わりにかかった人とかはさかかんね。えんだからね。ペロンとしちゃってね。とういうこともあり得るって事だよね。 あと今までシスを使ってても、なんだらかんたらさ、ケミカル剤ぶっかけてる店サンリンスみたいなもん。そういう店はあまり影響しないんじゃないかな。まあでもね、油断はできないね。いもしかしたらね、このシスティン、専用の2液使うことによってね、みんなのパーマがね、1クラス、2クラスね、いいものになるかもしんないね。ちょっと楽しみだね。うちもね、頑張ってやるからね。はい、お疲れ様でした。